はい、ということで今回はですね、はい、鹿島アントラーズのホームスタジアム鹿島スタジアムに来てますということで、いやついに来ました、ね、ついに来ました。まさか、はい、この鹿島のユニフォームを着る時が来るなんて、はい、ちょっとびっくりしてます。で、こちらがシート像といって、はい、もちろん皆さんご存知だと思いますが、はい、鹿島のテクニカルディレクターを今やられているということで、で、各レジェンドの鹿島アントラーズの OB の方々の、はい、この足型が、おお、本当だ、いろんな選手ありますね。ジーコさんの足だったりでしょ、結構ちっちゃくないですか足、そんなことないですかこれ。確かに、あ、確かにそうですよね、うん、意外とそうですね、足のサイズでは勝ちましたね、はい、サッカーの技術では、はい、はいはい、ちなみに鹿島アントラーズ今までタイトル20個取ってます。20個、はい、ユニフォームにあるこのスターなんですけど、はい、ビッグスターといって、はい、タイトル10個あるとこれが星、大きい星になる。なるほど、はい、これがもう20個分の光を表してるわけです、はい、2回じゃないです、はい、20個です。まあ、今回はね、ホームゲームを撮影させていただきたいと思いますので、はいはい、早速行ってみたいと思います。はい、はい、ということでこちらがですねホームチームの鹿島アントラーズさんの選手たち、まあ、バスが到着して、はい、こちらから、ロッカーに行ってるということです、はい、で、まあ、今日は動線もちろんあの引かれてますのでちょっと入れないんですが、ロッカールーム内はあの鹿島アントラーズの広報さんの方に、撮ってもらっているので、まあ、こちらの方をぜひ、ね、見てください。どうぞ。こちらが鹿島のロッカールームということで、もちろんホームチームのロッカールーム初めて拝見させていただくんですが、まあ、あのアウェーチームと形は変わらないなっていうイメージでして、まあ、あのみんながこう囲めるというか向き合える形になってます。で、目の前にある黒い、シューズケースですね、あそこに、置かれているシューズ以外のあポイントだったりとかいろいろなシューズが入っているという形になってますね、それでこちらのロッカーからこのサポーターのバナーに囲まれて、いざピッチへというところで、まあ、このね、バナー非常に選手にとってはモチベーション高く上がるバナーだと思います。これでいざピッチへというところですね。はい、こちらが、アップエリア、はいはい、になります。ホームチームのアップエリア、はい、で、こちらでうおー、はい、アップをしますね。まあアウェーチームでしかもちろん来たことないんですけど、まあ、若干こっちの方が広いですね。あ、そうなんですね、はい、ちょっと長いというかあの広いかなっていう印象ありますね。で、こちらがヒーローインタビューとか、はい、今日はね、はい、新加入選手みたいな感じで、はいはい、松大輔です、よろしくお願いします、はい、こんな感じですねちょっと違うかこちらに整列します。ホームチーム、アウェーチーム、はい、こちらに整列して、ここから入場という。思い出しますね、はい、思い出しますね、思い出しますね、これは、はい、右側にホームチーム、はい、左側にアウェーチーム、はい、ホームチームで、はい、マントラスということで、こちらに並んで、そうですよ、これですよ、今これは、ね、ほら、すごいよね、すごいよね。ちなみに那須さん、はい、鹿島スタジアムでの思い出、はい、いや思い出はもうありまくりますよ、はい、ちょっとなんか日本語変だったけど、優勝争いの時はもう必ず鹿島アントラーズさんは、はい、必ず上位にいるので、はい、常にいるので、その僕6チーム在籍させてもらってるんですけど、はい、まあ、その中でもその優勝争いをさせていただいた年っていうのはありますけど、その鹿島スタジアム結構ね終盤の大事な試合とか多いんですよ。そのモチベーション的には、はい、この絶対鹿島アントラーズに勝ってやるみたいな、本当高いモチベーションでいつもこの鹿島スタジアムに来てたっていう思い出がありますよね、はい、なるほど、はい、やっぱでもサッカー専用スタジアムだけあってこう、うん、こうサッカー見るのに最適化されたスタジアム設計になってます ね、あとね、はい、このピッチのその芝の方もすごくやりやすい、
あの長すぎず短すぎずっていうので、はい、まあ本当そのピッチもそんな荒れてるイメージは一度もないかな。あ、そうなんですね。うん、いつもやりやすかった。水はけもいいですし、プレーする上でもそうですし、はい、その雰囲気作りも含めて、あの本当に素晴らしいスタジアムだなっていう、アウェーチームの時から思ってましたけどね。なるほど。うん、今日はこのね、はい、やっぱホームチームっていうか、まあ、いつもそのいろんなスタジアムを回らせてもらうときはホームチームでユニフォーム着てっていうことで、はい、まあ、その気持ちでこうやってねピッチサイドとか歩かせていただくんですけど、やっぱりここがホームグラウンドっていうかホームスタジアムってなると、まあ力になりますよね。あそこで あの少し走ったりするのよ。あの人工芝みたいなのあるじゃないですか、ベンチ横に、はい、でもちろんそのアップ上でもうそうなんですけど、あの人工芝みたいなとこで走ったりする、ちょっとアップして、はい、あのサブの選手とか、うん、体温めて。そう、体温めて。ちなみにこのスタジアムはゴールしたことありますか？はい、ゴールしたこと一度たりもないです。あ、ありますわ。あるごめんなさい、はい、僕の記憶でたどるとこの浦和レッズ、はい、在籍時、はい、2013年、はい、ベストイレブン入った時、年ですね。あ、はい、ベストイレブンだったっけな、違うか。浦和レッズ在籍時に1点だけ決めた記憶があります、はい、セットプレーで。それ以外はないですね。18年やって1点です。なるほど。一度だけ、まあ、この後試合があるってことで、ホームチームの鹿島アントラーズとして、はい、はい、ちょっとアントラーズの一員として応援しっかりして勝っていただきたいと思いますね。はい、はい、まあ、スタグルがこう何点とかこう、ね、今準備段階ということで、はい、こういう、ね、裏でこういういろんな方々が準備されてる姿とかも松田大輔 YouTube チャンネルで流したい、はい、ということで、鹿島スタジアムのこのスタグルなんですが、はい、鹿島の商工会ののみ出店できるということで、なので、鹿島スタジアムでしか味わえないそのスタグルっていうのがたくさんあります、はい、だから後ほど食レポ、はい、おなじみ那須の食レポ、はい、期待はしてないかもしれないですけど、はい、皆さんおなじみの那須の食レポをお伝えしたいと思いますので、ぜひ、こちらはボランティアスタッフの方々で、はい、試合後の清掃だったりとかボランティアスタッフの方々がしていただくということで、スタジアムの、はい、はい、スタグルもそうですし、鹿島の商工会の方々が、まあ、出せる、出店できるというところだったり、ボランティアスタッフの方々もそうですし、はい、本当に地域に根付いた、はい、このスタジアムをみんなで支え合うというところをやってるなっていうのを、ね、感じますよね。確かにそうですね、はい、なかなか選手だったら、ね、見ることというか、まあ、接することないので、はい、こういうことも皆さんがされているということで、ね、お伝えできたらいいですね、はい、こんにちは。こんにちは。ボランティアスタッフの方にインタビューさせていただきたいと思うんですが、ちょっときっかけというか、ボランティアスタッフということでやられたきっかけみたいなのを教えていただきたいんですが、93年度に J リーグ、はい、まあ、鹿島アントラーズが発足をしたときに、地元で、はい、まあ、こういうプロの試合とか運営に関われるということで、まあ、なんかできればなというので93年に入会したというか、やってます。もうじゃあもう本当鹿島アントラーズと一緒にもうずっと発足から。そうです。なんかこの試合で そのボランティアスタッフのやりがいみたいなのってどういったんですか？そうですね、やっぱりあのボランティアというところではあるんですけど、アントラーズこと鹿島市の街づくりに参加しているというような感じ。大きな意味だったり意義が乗っかってくるわけですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本日もやってまいりました。はい、やってまいりましたね。スタジアムツアー夏おなじみの食レポコーナーということで、人気コーナーですね。人気かどうか知りません。はい、早速今回こちらドドン、2011年 J リーグスタジアムグルメ殿堂入り、3年連続ベストイレブンですからね。はい、こちらですね。ありがとうございます。いただきます。こちらです。はい、やったね。お店行こうとして
してるんですけど。あ、じゃあ先に行った方がいいですね。はい。もう一点、はい、もう一点、はい、ハラミ飯ということで、こちらの、はい、ハラミ飯ということで、お店の方なんですが、はい、ハラミ飯の特徴というか、特徴、はい、はい、ハラミってあんまり煮込むイメージないです。ないです、全くない。焼肉屋さんでと、はい、甘辛く醤油味で、あ、はい、なるほど、煮たものをご飯の上に、はい、おー、なるほど、もう聞いただけでよだれが出そうな、ね、はい、聞いただけでありがとうございます。もうということで、ちょっとこちらもいただきたいと思います。すいません、はい、ありがとうございます。ご飯見えないぐらいハラミ乗っかってますね、はい、で、ここに温玉が乗っかる、乗っかる、はい、完成です。すいません、ありがとうございます。いただきます。すいません、すいません、ありがとうございます。もつ煮から。これ美味しそうですね。美味しそう、ええ、いただきます。いただきます。うーん、ベストイレブンですから、はい、2年連続、はい、うん、もつが柔らかくて、はい、味がしっかりしてるいやいや、ちゃんと教えてください、その味を。あのね、毎回味がしっかりしてるしか言わないですから濃すぎず薄すぎずっていうところで、はい、ほんのちょうどいい味わい、見てください、量的にもすごいたくさん入ってるんですけど、はい、3年連続ベストイレブンですからね、はい、これはもつ煮ということで、はい、ハラミ飯、はい、ということでね、これをね、じゃあちょっと卵をね、ちょっとふわっとか割っちゃってね、はい、おいしい、柔らかい、醤油味って言いましたけど、こういう醤油味で味もしっかりしてますねいや、なんか甘辛い感じなんですか。うん、ありがとう、これいや、うん、ホームチームでしか味わえないスタグルっていうのがあります、はい、だから、はい、皆さん、はい、ということは分かりますか。鹿島を応援するんですよ分かりますか。そんな、はい、そんな、なんか鹿島の一員のような発言ですけど、はい、いや、そうですよ、はい、今日5月26日、はい、限定で YouTuber 那須大輔、はい、鹿島あの新加入ですから、はい、21時までか、はいはい、シンデレラのような、シンデレラそうですね、はい、はい、今からですね、はい、VIP の方に行きたいんですが、おいおいおい、ナスト、はい、今回はサプライズゲストいねえじゃねえかと、はい、言われるので用意してますよ、こちらも。そうなんですか、はい、こちらの方です。中田浩二さんです。よろしくお願いします。すいません、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 CRO ということで、はい、チーフリレーションズ、リレーションズ大丈夫、散々練習したのに、どこのチームと混ざったかな困るな、これ何チーム、何チーム、そういうの多いからね、多いですよ、多いからね。でも多分、はい、一番最初に着いたのは、はい、多分俺だった。あ、そうなんだ。多分引退したの多分一番早いから。あー、ちょっと VIP を紹介して、はい、そうだね、今日は、はい、見てもらう。すいません、よろしくお願いします。お願いします。まずは3階、品質1のフットボールドリーム1のお部屋になります。はい、わかりました、すいません。じゃあ、ここからちゃんと案内入るから、はい、失礼します。品質ということで、あ、こちらはビッグの方々が来られるということで、うわ、すげー、こんなところがやっぱあるんですね。ね、はい、こちらは試合日以外でも施設の利用が可能となっておりまして、はい、はい、電源はもちろんですね、 Wi-Fi 環境、それから個別で空調の方も完備しておりますので、非常にプライバシー性の高いお部屋となっております。なるほど。ピッチを眺めながら、はい、みんな社員ミーティングですとか、あ、なるほど、ご活用いただくことが可能です。それはなんか予約してってことですか。もちろん、はい、だからアントラーズって今このスタジアムの指定管理を持っているから、はい、まあ、言ったら365日使える。そうなんですね。スポンサー様以外もそのもちろん使用料っていうのはあるんだけども、はい、それをお支払いして、うん、いただければやっぱここは使える。まあ、地元の企業様とかもそうです。これちょっと今までにないですね、鹿島アントラーズとして運営してるからっていうことね。そう、そういうことです。うわー、すごいな、いいでしょう。いやー、めちゃロケーションいいですね。はあ。
19時3分から開始です、はい、今シーズンよりですね、JAビジネスソリューションにご協力いただいて、はい、より質の高いサービスと、最上級のおもてなしで皆様をお待ちしております、はい、この洋服もサプライヤーであるニューヨーカーさんのもので揃えております、はい、あー、なるほど、素敵ですよね。あ、素敵ですなんか僕が素敵ですって言うと、なんかちょっと意味深に聞こえちゃうのであれなんですけど、ね、やめてください、はい、ちょっと、はい、続いて来賓室にディフェンソールのお部屋です。はい、はい、来賓室ということはこちらはスポンサー様に、そうですね、ってことですね。こちらは今年の2月にリニューアルをしておりまして、はい、先ほどはガラッと変わって明るい雰囲気のお部屋になっているかと思いますが、こういう部屋が、はい、さっきの部屋が引き抜くと4つ、はい、ライン室というのがあって、はい、試合の時は、まあ、リクシル、イエローハットとメルカリが3位で、はい、ここは多少自由に使えるやつが1つだけあって、まあ、それ試合以外の日っていうのはどの部屋もこう、はい、4部屋使えて、でちょっとずつこうテイストが違うという、はいはいはい、いう形で、まあ、ぜひね、私もアンドラのスポンサー様になられて全館を通してちょっと楽しんでいただくというのもありがとうございます。ぜひお願いします。お願いします。外ですね。あ、こっちも4番ですね。こっちも、おー、ほんとだ、こっちがこっちでいいっすね。選手はね、多分この辺にいるんだ、ね、あのベンチ外の方とか。そう、ベンチ外はこの辺で見てるから、まあ近くにもいるっていう。ちなみに小路さん、何年でしたっけ、引退したの。14年。ということは引退しても、7年。実際何をしてるんですか、そのクラブ。今はクラブリレーションオフィサーっていう形、はい、まあそれは引退してすぐずっとこうやってて、はい、まあクラブとまあ、ステークホルダー、まあ、パートナーもそうだし、はい、地域とかいろんなものをリレーションさせるっていうのが一つある、はい、あと今マーケティンググループのセールスチームにいるから営業もこう、営業もやってるんですね、うん、それこそリクシルさんとかは担当で、はい、日々コミュニケーションとって新規のこう営業とかも、はい、それこそ東京とか、はいはい、まあ、県内もそうだし、まあ、いろいろと顔を持ってるんですね。シェアベッジスタジアムだったりとか、エンジャーとしてもいろいろ出たりとか、そうそうそう、でまあそこ休みの時とかはもうそういうの仕事やってるですよね、うん、大学も行かれてましたもんね。筑波の大学院も通って、まあ、一応修士もまず行かれ取ったんですね。取った、卒業して、はい、体育じゃなくて、はい、社会工学、まあ、鹿島スタジアムの課題っていうとやっぱり渋滞とか、あ、はい、っていうのをまあどう解決するかって、はい、まあ修士論文書いて、ちょっと一味も二味も違う。そうですね、もう一本できそうなぐらいの一本これでちょっといいかな。何でやねんって紹介してもらって。2席で100万円のスシオロイヤルのお客様のお席となっております。2席で100万円、はい、50席用意してるんですけれども、今もうすでに完売となっておりまして、飲み物もちゃんとサントリーですね、もう全部、もう全部どんどん流す。しっかりとアントラーズのロゴが入って、ね、はい、浩二さんにちょっとインタビュー聞けてるので、うん、鹿島のその強さの秘訣、もう何なんですか。もう毎年絶対ちょっと、まあシーズン始めとか調子悪いとかあるじゃないですか、うん、しかも優勝した年でもなんか5連敗ぐらいした年もあったじゃないですか。あるある。でも必ず最後ら辺には盛り返す、うん、何なんですか、そのなんだろうね、はい、鹿島でもやっぱジーコの存在っていうのは大きいですか。大きいのかな。だからそのジーコのねリズムというか、はい、っていうのをジーコがプロとして何かっていうところと、やっぱ勝利に対してのこだわりっていうのを、はい、トレーニングからやらないと意味がない、はい、だからやっぱトレーニングをしっかりやることで試合に生かされる、うんうん、だからまあジーコって、まあ、やっぱプロとして勝利にこだわるところ、はい、うん、あと献身性身長とかね、うん、その3つっていうのをすごく大事にしてるので、うん、まあ、そういうところかなっていう。だから耐えるところがある。あ、はいはい、やっぱ連敗してて、はい、やっぱうまくいってない時もやっぱどうしようかって言ったらやっぱ原点に、やっぱりもう一回こうチームのためにやろうとか、うん、っていうところにこう持って帰れるのも大きいのかな。これも一本できますよ。はい、そうですね。本当に、はい、もったいないぐらいなんですけど、本当。これがね、今年のスーツ。はい、今年のチームのクラブスーツ。そう、サプライヤーの。サプライヤーの。今着てるのがファーストで、6月からこっちのセカンドに。まあ、これから選手も着てる。
うん、選手の移動着、選手もスタッフのスタッフみんなこう揃えて、特に結構選手あるなあるなんですけど、はい、選ぶときって引退後も継続して使えるようなもの、はい、っていう意味でも本当スタイリッシュですね。こちらがスポンサー様ということで、そう皆様、まあ今回ねご紹介したフェアビー、もしも利用したいとかね、鹿島を応援したいという方はぜひぜひパートナーになられて応援していただければもっと力になりますので、ぜひお願いします。ご紹介いただきありがとうございます。いや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 、ボスさんにやめてください。悪いですよ、引退選手結構みんな思うんですけど、レジェンドの方あのなんかもう謙遜、もう謙遜詐欺みたいな感じになってます。いや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 、全然そんなことない。本当に僕が若かりし頃、20歳の、まあ21ですね、いろいろと、はい、いろいろと、まあ、あのご飯も一緒に食べさせていただいたりとか、まあ、その時もうバリバリですから。もうバリバリの時からもう今と変わらない。だから素晴らしい人間力、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらが、まあ、駅からこう歩かれてきて、はい、スタジアムにメルカリロード、はい、はい、今日平日なんですけど、はい、土日だとちょっとイベントがね、なんか出展されたりとか、来ての候補を鍛えてる。あ、なるほど。はい、フィットバック、はい、っていうのも土日あるみたいなので、お子さんも、はい、皆様が楽しめるということで、入場ゲートの方に行ってみましょうか。そうですね、入場ゲートの方に。こちら入場ゲートです、はい、ホーム側の入場ゲートということで、現在まあこのコロナ禍ということもありますので、感染症対策ということで、はい、失礼します。はい、大丈夫です。ありがとうございます。こちらで熱を測って、はい、消毒してもらって、こちらで荷物チェックをしていただいて、はい、ペットペットペットが入場されるということです。はい、対戦相手の、はい、おセレッソ大阪さん、はい、はい、セレッソ大阪のバスが来たんですよ。まあ、ビジターバスの選手、あの選手が乗ってますね。はい、お願いします。こちらが、中は見えないですけど、はい、あちらに選手が乗られてる。なんか見えなかったですね。中見えなかった。はい、あ、どうなんですか、こうマスで。俺はどっちかってフンフンしてて、あの、はい、サポーターの手に応えないタイプだったけど、はい、いやいや、もうスイッチ入ってますから、まあ、もうバス乗って音楽が聴いてますから、あのサポーターがこうやってやってても、はい、いやこっちは戦うんじゃいっていうなんか変なモードに入ってましたけど、はい、いっぱいいっぱいだったっていうところですね。いっぱいいっぱい。この待つ心理というか、はい、選手バスを出迎えるという気持ちが今になったらすごくわかります。手振ってくれたら嬉しいなみたいな。いや、もうファンじゃないですか、もう完全に。そう、はい、初のバス待ち体験、はい、わ、来ました、来ました、来ました、鹿島アントラーズのチームバスが来ましたね。あ、中が見れないタイプですね。残念残念。中が見れない、中が見れない、中が見れないが見れないけど、見れないけど、ちょっと、あ、見えないけど、見えないけど、あー、そうですね。初のバス待ちで、はい、見れなかったですね。そうですね、まあ、こういうこんな感じで。はい、これが夏大輔チャンネルです。そうですね、はい、はい、手振って、誰だ、誰だ、誰ですか、あれは誰だ、あ、ジーコ、ジーコ、ジーコか、ジーコ、ジーコさんです、ジーコさん、ジーコ、ジーコ、すごい不意打ちでしたね。はい、一番興奮してるじゃないですか。いや、びっくり、いや、普段予想外すぎて、普段俺でそんな興奮しないのに。これが差ですか。いや、違う、違いますよ。差はあります、差はあります、差はあります。突然のジーコさんはびっくりしますよ、それは。あ、ありがとうございます。ということで、鹿島アントラーズのサポーターの方々にインタビューしようと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。サポーター歴はどのくらいですかね。12年。12年長いですね。14年、はい、生まれた時からですね。5年ぐらい、でも皆さんやっぱ長いんですね。鹿島スタジアムアントラーズのこの良さとかどういうところにあると思いますか。勝てる、勝つところです。やっぱり勝とうとしてる、どんな試合でも勝てる、はい、勝ちに行くところ。ああ、
好きな選手、推しの選手は誰ですか？土井選手です。ユニフォームまで、はい、やっぱエベですかね。あ、エベラウド選手、はい、私は杉岡選手。杉岡選手。杉岡です。犬飼選手来てくれてるよ。犬飼選手。これはセンターバックですか？そうです、センターバック。どうですか？どうですかってもう僕はおこがましいですけど、鹿島のセンターバックって言ったらもうあの日本で屈指のセンターバックしかできないですから。ありがとうございます。最後に皆様ちょっと今日の期待するところというので、点を取って、はい、クリーンシートで、クリーンシート、はい、ゼロで終わりますので、はい、はいはい、ということでみんなで応援しましょう。勝ちましょう、はい、勝ちましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ございました。ということで今回はですね、もう一方、はい、スペシャルなゲストに、はい、お越しいただきたいと思います。鹿島アントラーズ社長の小泉社長になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、ご無沙汰しております。よろしくお願いします。こちらはあの何ですけど、これ30周年記念して、はい、過去の歴史ですよね。あ、はい、これをこうみんなでツイッターでシェアしてもらえる。あ、プレゼントが当たるみたいなキャンペーン。キャンペーンをやられてですね、はい、まずその鹿島アントラーズの社長になられてということで、なぜその鹿島アントラーズを選んだのかっていうのを聞きたいですけど、はい、そうですね、もともと僕らメルカリの系統、僕2社やってるんですよ、はい、でメルカリ実はスポンサーだったんですよ。あ、はいはいはい。あ、鹿島アントラーズ。そうなんです、はい、でスポンサーだったきっかけがその男性のユーザーをもっと増やしたいな、はい、スポーツの力結構大きいんじゃないかな、はいはい、でそこであの野球のチームをスポンサーしたんですけど、はい、その下に、ね、アントラーズをスポンサーして、で超スポンサーした前の年が、はい、グランドワールドカップでリアルと決勝して、はい、ちょっと、まあ、延長負けちゃってしちゃったんですけど、はい、あれとかをこうです、ね、招待して見に行った時に、はい、もう僕らメルカリもなんか海外にこうグローバルに行こうと思ったので、はい、世界で戦ってる姿っていうのがすごい共感して、はいはい、一緒に世界を取りに行こうというのが結構ありましたね。鹿島アントラーズの魅力、はい、どういうところにあるのかをお聞きしたいです。そうですね、やはり今日も、ね、来ていただいたところでもう結構田舎じゃないですか。そうですね、はい、で逆に言うとこの街のハブというか中心にアントラーズがあるので、はいはい、このアントラーズを中心に街づくりとか、はい、本当になくてはならない存在になれるところに対して結構アプローチしやすいんじゃないかなと思っていて、街は小さいんで、はいはい、むしろやりやすいんじゃないかなと思ってますね。10区間でスタジオ4万人ですね、はい、鹿島市人口6万8000人しかいない。そうなんですね。そうなんですね。多分、はい、どこ足しても28万人ぐらい、なのでもうめっちゃちっちゃいんで、逆にもうオラガマチームみんなが何かしらで、はい、アントラーズかかってるみたいな。俺スタジアム詰めた時のなんかあそこの橋掛けだった、はい、そういうあの俺がいなかったらアントラーズ存在しないみたいな、はいはい、そういう人多いですよね。なるほど。俺のおかげの時だ。今シーズンの、はい、まあ、鹿島アントラーズどういう風に、まあ、今シーズン30周年なので、はい、やっぱタイトルを取らないと、あ、はい、まあ、やはりこれまで歴史もタイトルに支えられてまして、はい、僕アントラーズっていうのは、まあ、タイトルが栄養という、うん、タイトル取らないと、ね、こう呼吸さえできないようなチームで、今前半少しつまずいてしまって、はい、まあ、監督交代とかもあるんですけども、やっぱり徐々にこう自分たちがやってサッカーにあの近づいてきてるなっていう実感があるので、はい、ここからこう巻き返していきたいな。じゃあ最後にあの、はい、ちょっと今後の、まあ、自分というか目標、うん、まあ、スマントラーとしての少し教えていただきたいんですが、はい、まあ、僕らやっぱり会社のというかチームのミッションは、はい、全ては勝利のためにっていう、はい、もうやっぱ勝たないといけないところをずっと追い求めてるので、はい、アカデミーとか、はい、結構その下の方のところに今柳沢さん監督で、はいはい、小笠原光雄さんコーチみたいな、あ、そうですね、はい、まあ、どんどんやっぱいい選手をこうどんどん出していって、はい、やっぱ映像的に強いチームを作っていきたいなと思うので、はい、まあ、そこにこうどういったテクノロジーを入れていきたいですし、はい、あと同じようにファンサービス、はい、あの時 Wi-Fi とか 5G 取ってるんで、ちょっと新しい体験やりたいなと思って、なんかコロナがあってなんか一回スタジオ離れちゃったじゃないですか、はい、でもう一回スタジアム来る価値、楽しさっていうのを追求したいなと思って、そこにちょっとテクノロジー入れていこうかな。なるほど。やっぱスタジアムでしか味わえない付加価値みたいなのって実際こう足を運んでいただいて体感して、多分それってその後の記憶に残ったりとか、ね、自分の実生活に生かせたりとか、はい、感動だったり興奮とかして、そういうのはスタジアムでしか味わえないので、
ぜひ皆さんあのスタジアムに来てっていうことでください、はい、アントラーズだけじゃないけどね、はい、J リーグでみんな来てほしいですね。そうですね、はい、はい、貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございます。でこちらグッズショップになります、はい、こちらさまざまなグッズありますね、T シャツからユニフォームからタオルから膝掛けとかね、さまざまありますね、グッズが。グッズショップの方ということで、はい、すいません、はい、よろしくお願いします。この中で、はい、おすすめって何ですか？おすすめはもちろんやっぱりユニフォーム。ユニフォーム、はい、ユニフォームってことですね。はい、人気の番号って何番ぐらい？人気ですと今は18番の上田綾瀬選手。上田選手、はい、あ、おすすめかな。おすすめ、はい、この流れは控えってことですか？あれ、まあそうですね、そうですね、札幌さんだったり、はいはい、トスさんだったりで来てるので、はい、まあ、スタジオに来て買わないってわけにはいかないので、はい、ありがとうございます、はい、まあ、じゃあユニフォームを1枚、はい、購入させていただいてということで、はい、わかりました。 18XL、 はい、お願いします。ちゃんと買われてますね。はい、ちゃんと買ってます。ありがとうございます。いえいえ、もうしっかり購入したっていうことで、チャリーンって言ってますね。はい、チャリーンってちゃんと買っていただきました、はい、人気のその、上田綺世選手のユニフォームになんと、はい、夏のサインと中田浩二さんのサイン入れて、はい、1名の方にプレゼントしたいと思いますので、はい、皆さんぜひ応募して、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こちらスタジアムの外からも入場できて、スタジアムの中からも来れるんですが、はい、ミュージアムということで、ミュージアム、鹿島アントラーズミュージアムということで、はい、順路ということで、はい、まあ、まずこのサッカーに関わるものはない、はい、みたいなね、ほら、いろんなジーコさんの言葉、はい、ここら辺にね、言葉としてこう刻まれてるっていう感じですね。献身、誠実、尊重、はい、ミュージアムの方ということで、はい、ミュージアムの方、僕が説明するよりいいんで、こちらに各、はい、ボックスが並べられてますけど、各あのレジェンド、レジェンドの方のスパイク、はい、うわ、すごい、うわー、すごい、スパイクが展示されて、これはジーコさんのスパイクということで、はい、うわ、すごい、配置もありますよ。あ、これは、この配置は何ですか？こちら、よく見てる粘土別、はい、粘土が、粘土別ですわ。なるほど、じゃあ奥になるほど新しくなっていくって。こちら実は、ボードが全部見た目式になって、うわ、その年代のメンバーは、はい、そうです。すごいすごい、あ、果実の先輩、平瀬さん、はい、なるほど、こうやって、そうですね、若かりし頃の本人さん、そうかな、三尾さん、若いですね、若いです。優勝のカップだったり、うわぁ、この年、またこれも年度ごとの、うわぁ、すごい。J リーグから、まあ、ナギスコカップ、天皇杯、はい、とかね、もう数々のトロフィーが、まあ、これも年度別ですね。すごい。はい、で、今、現在監督の相馬監督のスパイク。はい。はい、ここで夏大好き、プロ入団。あ、この。夏がプロ入団しました。なるほど。で、試合に出始めたのは2003年。はい。まさに、ほら、ここマリノスが優勝したからね、多分。なるほど、リーグはないんですよ。ちょっと空白が、はい、ちょっとだけありましたから、ね、ここら辺ですね、789 J リーグ3冠ですよ。すごい、3冠ですよ、3連覇、すごいな。三尾さん、小笠原三尾さん、でここで ACL 優勝ですね。でこれで多分全タイトルクラブとして、はい、国内で取れる全タイトルを達成、はい、まあ、アテネオリンピックの時に一緒にオーバーエイジ枠で、あー、なるほど、はい、一緒にやらせてもらって、レジェンドですね、鹿島の。鹿
はい、そう考えるとやっぱレジェンド多いですよね。そうですね。だからどれだけその1クラブで長いんですよ、選手がやられる。そんなね、あの各クラブレジェンドと言われる選手、はい、そんなに多くはないんですけど特に多い。確かにそうですね。鹿島アントラーズは脈々とこのいろんな系譜っていうのが、鹿島アントラーズの系譜が各世代で刻まれて、上場チームという名前が鹿島アントラーズに自然とついてきたっていう流れになってますね、はい、キックオフ前までミュージアムやられてるということで、はい、キックオフとキックオフしたらもう締められてるということで、あと廊下にも確かあのワールドカップの時の、はい、2002年ワールドカップキーパー結果とか、なるほど、これはあれですね、鹿島スタジアムでやった試合とかですね、3試合、ワールドカップ。はい、うわ、懐かしいな、このボール。懐かしいな、このボール。エンターテインメントランドって今のプロデューションマッピングを利用した、はい、ちょっとゲームがお子様も使えるような、ゲーム、はい、うわ、すごいすごい、うん、うわ、すごい、うわ、めちゃくちゃ、逆に光栄です。いや、いや、蹴っても意味ないでしょ。踏むじゃん。分かりました。あ、ごめんなさい。はい、こういうことだ。そうです、そうです。なるほど。これ面白いです。あ、これ難しい。あ、入った。入れられた。うわ、すごい。いや、今2-0ですよ。はい。ふん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 。ありがとうございました。すみません。よろしくお願いします。今から試合開始ということで、はい、早速観戦したいと思います。はい。はい、ということで試合終了しました。1-0で鹿島アントラーズ勝利ということで、はい、両チーム連戦の中というところで、本当激しい攻防の中でホーム鹿島アントラーズが勝利ということで、見る側もね、エキサイティングというか興奮させてもらうような内容で。最後の、ね、印象的だったのは町田選手、はい、走って体入れて、はいはい、でちょっと体勢を崩して倒れそうになって、そのまま頭でプレーしちゃった、気持ちの困ったプレーということで、まあ、今回鹿島アントラーズ、はい、スタジアム撮影ということで当日を撮影させていただきました。でですね、なんと、はい、グッズの方で上田選手のユニフォームプレゼント1名と言ったんですが、はい、まあ、鹿島アントラーズ様の、まあ、はい、ご好意ということで、はい、こちらの僕が撮影時にお借りしてたユニフォーム、はい、上田選手の買ったユニフォームとこちらのユニフォーム、はい、2名の方ですね、応募したにプレゼントということ で、こちらに中田浩二さんのサインがしっかり書かれてます、はい、プラス僕の那須大輔のサインを入れてプレゼントしたいと思います。僕はあのやっぱ J リーグ全体各クラブを盛り上げたいということで、今回は、まあ、鹿島 の、ね、このスタジアムの素晴らしさだったり、はい、試合前にどのような取り組みをしているかというところをお届けできたらいいということで、今回ねご協力してもらってということだったので、鹿島応援団として、1日をね送らせていただきました、はい、皆さんぜひねスタジアムに応援して、チームの力になっていただきたいと思いますね。ということで今回は鹿島スタジアムの試合当日ということでお送りしました、はい、また皆さん次はどの色のユニフォームを着てスタジアム紹介をするかお楽しみにしてください。ではまた。